と。何をする。おい待て。
もっと何をする。おい待て。ちょっと、また素敵な話じゃない。明日からまた頑張ろうな。また今度行こうぜ。もう帰ろうかよ。お兄さん飲んでかない。おっとまた行こうぜ。今日はどんな戦いが見れるんだ。先走るなケンシロウ。今度は進みる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。食料だ。
もっと何をする。おい待て。いった。何をする？もっと。おい、気をつけろ。見つけた。くるだい。ヤッハー！獲物発見！許せ！
ろ。私も行く。行ってきます。僕も連れてって。あいつ。そこのお兄さん。必死にあがいて楽しませてくれよ。臭い息を吐く。うわっ！北斗、決死走！わはま！うれ！ふっ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 ！先走るな、ケン。おい、待て。あ、これは。ジャギ。ケン、ドイツがジャギなんだ。わからん。ケンでもわからないのか。ああ。だが、この中に本物のジャギがいるはずだ。おそらく、偽物の3人は。行方不明になっているエデンの民だ。ジャギに似た背格好の男をさらっていた狙いはこれか。しかしなぜ誰も喋らないんだ。喋らないようにジャギから脅されているのか。いや、飛行疲れ、喋れない状態にされているんだろう。いずれにせよむやみに手を出すわけにはいかないな。どうする？これから4人に同じ質問をする。それに丸かバスかを動きで答えてもらう。なぜそのようなことを。エデンの民は正直者だ。そしてジャギは必ず嘘をつく。たった一人の嘘つきを見つけられればそれがジャギだ。なるほどな。お前ら正直に答えろよ。よし、ケン、準備が良ければ声をかけてくれ。ケン、準備はいいか？ああ。よし。それじゃあ最初は何を聞くんだ？お前に兄はいるか？次の質問だ。お前はカジノで暴れたことがあるか？少しは絞れてきているのか。よし、次の質問だな。お前は北斗神拳という拳法を知っているか？そろそろ分かってきたか。よし、次の質問だな。お前の左隣にいるのは本物のジャギか？これで最後にしよう。何を聞くんだ？お前に弟はいるか？どうだ、ケン、ドイツが本物のジャギか分かったか？ああ。よし、それでドイツが本物のジャギなんだ。それは
本物のジャギーが分かったんだな。ああ。本当か？見ていろ。貴様が本物のジャギだ。もう大丈夫だ。飛行を解除した。早く逃げるがいい。よくわかったな。そうさ、俺様が本物よ。貴様がアイリをさらった男、ジャギか。そうだ、俺がジャギ様よ。久しぶりだな、ケンシロウ。ジャギ、なぜこの町に来た？お前はバカか！お前を殺すためだろうが。この日が来るのを待ちわびたぜ。ケンシロウ、てめえが俺につけた傷がうずくたびによ、俺の中の憎しみがささやくのさ。お前をぶっ殺せってな。ならばそのささやきも今日まで。俺が貴様に引導を渡してやる。待て、ケン。俺にやらせてくれ。この男だけは自分の手で地獄に叩き落とさないと気が済まん。バカめ、貴様らは俺様の罠にはまったことにまだ気づかんのか。何？どういうことだ？つまりはこういうことさ。兄さん！お前は足りるか？なんと水晶剣の霊！てめえの妹が二度も同じ男の手に落ちるとは夢にも思ってなかったようだな。なぜお前らが手を組んでいるんだ？ジャギさんとは利害が一致してね。君が消えてくれればジャギさんと僕は大満足。ジャギさんはすっきり、僕らは簡単にエデンが落とせるってわけ。こいつとは酒場で会って意気投合しちまってよ。実に気のいい野郎だ。お前よりこいつが弟だったらよかったぜ。しかし驚いたよ。まさかジャギさんが君のお兄様だったとはね。そんな人がこちら側についてくれるなんて、やっぱり僕は最高についている男だ。タルーガに今回の話を持ちかけたらすぐ俺の班に乗ってきたよ。レイよ、てめえの妹がいる以上下手に手は出せねえだろ。ジャギ貴様。ほら、どうした？俺を地獄に叩き落とすんだろ。やれるもんならやってみろ。だけどよ、俺に手出したら妹がどうなっちまっても知らねえぜ。おのれ、人の皮をかぶった悪魔め。レイ！いや、飛行進探中をついた。俺の声がかからねえ限りてめえは決して動けねえ。ジャギさん、
ここじゃ人目につく。そろそろ予定通り。なあ、分かってる。予定通りだろ。いいか、ケンシロウ。こいつら兄弟の命は俺たちが預かったぜ。助けたけりゃコロセウムに一人で来い。俺様こそ真の伝承者だってことを思い知らせてやるよ。覚悟してくれない？悪党に墓標はいらん。
それくらいだ。北斗、百裂拳！お前はもう死んだ。
いや。時間か。はい。
はあ、
No!
じゃ、案内するわね。よく来たな、ケンシロウ。ここが貴様の死に場所だ。ジャギ、レイとアイリはどこだ？ちゃんと生かしておいてやるぜ。レイ、アイリ、最高のショーの始まりだね。そうだろう。お前たち、さあジャギさん、パーティーと行こうじゃないか。ケンシロウを血祭りにあげちゃいなよ。まったく愉快な野郎だぜおめえはよ。いいか、そこから一歩も動くなよ。一歩でも動けば人質を切り刻んじまうからな。なぜ人質を取る？どうして己の剣だけで戦おうとしない？あって剣法が全てじゃねえ。要は勝てばいい。どんな手を使おうがそれが全てなんだよ。いいか、弟に、たかがケンシロウごときに俺様が負けるはずがねえ。兄より優れた弟なぞ存在しねえってことをこの場で証明してやるぜ。俺様の名を言ってみろ。俺は真の北斗神拳伝承者、ジャーギ様だ。
技、この凄み、昔のケンシロウではないな。なぜだ、なぜこうまで。俺は今日まで無数の敵の血を流してきた。その友達の血が俺を変えた。もうこうしてられねえ。おい、誰が礼をやっちまえ。何、一体どうしちまったんだ。おい、あれは今日の名と騎兵剣。ナダイ、まさかお前が。すげえ、こうなったら本気でやってやるぜ。ケンシロウごとき俺の剣でぶっ殺してやるぜ。俺は貴様を生かしておいた。自分の甘さを後悔している。その悔いをこの場で立つ。うるせえ。今こそ己に北斗神拳の真髄を見せてやる。ああ、俺の名を言ってみろ。
様が剣士郎ごときに終わりだ、ジャギー。待て、剣。バカだ、俺の飛行が解けただと。どこに行きやがった。貴様を地獄に叩き落とすと。誰が俺を助けろ。やだよ、なんで僕があんたを助けなきゃなんないわけ。僕はあんたの弟でもなんでもない。こんな邪魔が入るなんて、あんた運がないね。新しい弟にも見放されたようだな。この俺様が、この今回の一連の騒ぎ、話は全て聞きました。以前のエデンはコロセウムで罪人たちが戦い、その結果で罪を裁定してきました。ですが、これからのエデンは違います。これからエデンの統治者であるキサナの名のもとに、あなたたちの罪を新たなる法に基づき裁きを下します。凶王軍の者たちよ、ジャギという無法者の悪巧みに乗り、罪なきアイリさんを誘拐した行為は万死に値する卑劣なものですが、あなた方には生きてもらいます。
生きて教皇のもとへと帰り、こう伝えてください。エデンは信仰には屈しない、だが共に生きる道も捨てないと。本気かよ貴様。やっぱり僕はついてる。てめえついてるとかそんなんじゃねえだろ。貴様の恩情なんだと思って。いいのです、ジャグレ。でもよ、スフィアシティの力が欲しいのなら、奪うのではなく共に正しく分け合う道を模索してもらいたい。それがエデンの代表である私の思いです。一見落着だな。これで俺もこの町を離れられる。行くのか。ああ、ジャギをこの手で始末できたからな。故郷に戻って愛理と静かに暮らそうと思う。そうか、ケン。お前には世話になった。どこかでまた会おう。ああ、いい面構えになりおったわ。なだい。